砂山ビーチ砂浜砂山ビーチ岩のアーチ、砂山ビーチ級からの眺め砂山ビーチは沖縄県宮古島市の宮古島にある砂浜である。宮古島の西岸にある白砂の海岸で砂に覆われた丘の先にある砂浜であることから砂山ビーチと呼ばれる。砂浜の延長は短いが背後に迫る砂山に加え砂浜の左手には天然の岩のアーチがあり、 独特の景観を呈する。岩のアーチは波の侵食によって形成されたもので、宮古島観光の象徴的な存在である。従来から落石が見られたため、アーチの上側を金網で折っていた。この金網が劣化したため調査を行った結果、金網では不十分と判断され2018年度にも支柱で支える工事を行うことが検討されたが、その後、実施は見送られており、 落石や崩落の危険があるため2018年10月上旬から岩の手前に防護柵を設けて周辺は立ち入り禁止とされている。今後の対策は具体化しておらず、立ち入り禁止は当面継続される見込みである。砂山の手前には無料の駐車場、後遺所、シャワートイレ等が整備されているが、B1 からはやや離れている。公的に指定された 海水浴場ではなく、監視員やライフセーバーは置かれていない。下記には、業者がレジャー用品のレンタル等の営業を行っているが、2019年4月からは、条例による許認可制度が導入され、ライフセーバーの配置等の条件を満たした事業所のみに、活動範囲を仕切って営業が認可される予定である。トリップアドバイザーによる2019年の 日本のベストビーチトップ10で2位に選ばれた。また、2018年に4位、2017年に7位に選ばれている。2016年にトリップアドバイザーが発表したトラベラーズチョイス世界のベストビーチ2016の日本国内のランキングでは10位であった。2014年には死亡事故2件が相次いで起こり、遊泳していた観光客計4人が亡くなっている。 事故発生時にはいずれも波浪注意報が発令中であった。また、2000年には沖合40メートルでイタチザメによる死亡事故が起きており、2016年にも海岸から5メートルほどのところで体長2から3メートルのサメが目撃されている。砂山ビーチ周辺では旧大英系企業によるリゾート開発の計画があったが、大英の経営悪化によって飛んだ。 事業を継承した開発業者は2005年に会社構成手続きを受け、それを支援した企業も2008年に民事再生手続きを受けており、リゾート計画はその後進展していない。ありがとうございます。